はい、どうもビッグマジックライブ岩城です。そして浜地です。はい、最近僕らねこの番組盛り上げてますけども、浜地さん、ついにこの日が来ちゃいましたね。はい、なるべく来ないようにとずっと祈ってたんですけど、ね、頑張ってんけどね、うん、何の日ですか？昨日は僕の誕生日でした。お誕生日おめでとう。はい、そしてよりによって今日30歳初の仕事が、はい、まあ、お寿司をご馳走していただくと。いや、まあ、祝いにはね、やはり門出には寿司ということで、今日のお店、なんとね、気合入りまくってますよ、これ。寿司ぐらい。本を笑うぐらい。階段折れないけどな。はい、じゃあ、早速ですけど、寿司ぐらい、ご馳走になろうじゃないですか。うん、ね。いらっしゃい。お、行きができた。びっくりした。村です。なんで燃えたいのあれなの？あの、鉢巻きなかったんで雰囲気手もなんかお前帰りたいってお前ベジータがお前空中から手落とすんじゃなくてるやつ振り下ろすやつ。うん、はい、今日は何にしましょう？それもハマチに任せるわ。じゃあ大将のおすすめで。はいよ。適当に。いや、握ります。マグロっすか？マグロ、ハマチ。なるほど、なるほど。いいじゃないですか。うわ。大丈夫？なんか、これいけるお前大将、もっと。キュッと。キュッと、全然いい。もうふわっと、ふわっとしたら、それ、これ。大将。もち。もち？なんで？なんで？おもち。おもちってさ。照れんなよ。大将取って。大将何年なんですか、寿司歴？半年くらい回転寿司で握ってた時期だったと。はい、それマジで握ってたの？マジです。それあのグローブみたいなはめて、グローブとか手袋。手袋やってました。おお。今してやってる。してないし今。手でかかったよなお前。いや、もともとこんなもん。プクプクじゃない？太くはなりました。じゃあまあ遅延行為したけど食わなあかんねん、そろそろ。覚えてた。もう終わりか。取り合ったもん、ちゃうよ、そんな。ちょっと醤油かけようかな。あ、さすがにね。いや、おめでとう。まずはマグロ2貫から。めっちゃ手についた。大丈夫？大将、ウェットティッシュみたいなのあります？ウェットティッシュは…ホームが取り上げてた。はい、醤油で手で拭いてね、これ。これ、手で食うの？お箸とかないの？一応、大将はネタ取るように置いてたけど、これで食えたらこれでもいいよ。いや、ハンドトゥーハンドじゃん、ここは。もう角でお湯割ってる。俺でもアルコールついたけど、何か。じゃあ、いただきます。おお、寿司村へのね。俺多分人生で一番まずい寿司やろな、これ。いただきます。はい、どうぞ。おめでとう、お誕生日。あれ？二貫あるやん。もう一貫あるけど。あれ？一人一個ちゃう？嘘やん。まあ、二名分なんで。嘘でしょ、大将。僕の方も言ってくれたんですか？遠慮せずに。ありがとうございます。マジかよ。いや、マグロは好きやで。うん。なんかね、不思議と、いつもはグロい粘ってる感じがするね。イメージね。うん。ネチャネチャしてるね。え、大将、終わりっすか？何かいます？もう、あるだけで。そう。パーティーやからね。誕生日に言ってくれたんすね。そう。祝いやで、これは。ちゃんと、ガリはね、ガリはリュウジュンいいですけどとかじゃないから。リュウジの家にあったやつだと多分直射日光当たってるから、ね、パスタも直射日光当ててくるスタイルだからな。いただきます。いただきます。うん、なぜ負けてしまったのかよな。うん、あの社長はサウナできなかったの大層残念だってました。サウナ？サウナ、あ、日焼けサウナ。サウナぐらい自分で言ってたよ。社長はね、それはね、日焼けサロンが良かったやろうけども、うん、
どうする、じゃあこの場でこの勢いで次のカラデシュシリーズの罰ゲーム決める、うん、いいんちゃう、これが前 俺らがさ、勝手にスタッフ会議決めたけど、今回お互いに決めた方がいいんちゃう、この場で。ハマチ行かないな、まずは急に、ま、リュウジの作った、握った寿司を食うという罰ゲームを経て、さあ、リベンジシーズンは次に、リュウジにあれしようかな。どれ負けた方のおごりで、アイドルミーツ行こうかな。おー、ええんちゃう、うん、あ、それにしよう、それにしよう、降りたら、おお、そうやな、そうやな、そういうのでいいんちゃう、うん、ミドリンとキートがたまたまおる日があったらええよな、うん、その噛み合ったらクソるんかな、いや、分からんけどな、うん、あの、まあ、そういう方向でいこうや、でもおもろいわ、うん、それで別に2人共通でもいいし、うん、そう、負けた方のおごり、負けた方のおごりでいくにする、とりあえず、とりあえず、とりあえずじゃあ、とりあえずもっか、それでいこうか、はい、うん、全部オプションつけるからえぐいことになるっていう感じでいこうよし、じゃあとりあえずその方向で、とりあえずその方向でいこう、はい、また2人に何の相談もしてないけど、うん、これ NG ですって言われたら終わる、うん、とりあえずもう流れで放送だけして、あの後日実は全く違う罰ゲームに差し替わってる、あの筋肉マンの悪魔超人パターンは全然ありうるからその方向でいこう、はい、はい、というわけでハマリューシーズン、ハマリューシーズンちゃう、ハマリューシーズンでいいかも、何でもいいじゃん、はい、カラデシシーズンのハマリューシリーズもお楽しみください。じゃあ早速試合いってみよう。はい、ハマリューシリーズ今回は、カラデシュ導入編、プレインズウォーカーデッキ同士の対戦となってます。さあまずハマチが、平地平地と並んでますね。これはチャンドラの方の赤白デッキですね。はい、この相棒ちゃん可愛いんですけど単独では攻撃に参加できません。対するリュウジは青いドランドタップインからの、兄さんのカード何やったっけそれ、うん、あ、レイキとの調和っす、レイキとの調和ね、はい、基本たちをサーチしてエネルギーを1個得るとタッパーっす、はい、さらにタッパーを出してエネルギーが合計で今4個ですね。さあハマチは山をセットして攻撃行こうかってところですけどもね、はい、2体でアタックして6点刻んで14、さらにはボーマットのバザール戦、この4マナでね5-5になる、なりうるアーティファクトを出しつつワンドローっていうのは強いですよね。さあこれをリュウジは、はい、誤動作カード名も覚えなあかんなはい、誤動作をつけてアンタップを封じました。乗り物が誤動作で動かないのってちょっといいよね、なんかフェーバーものです ね、 ねさあハマチの方は赤白のドワーフですね。2マナ31戦場に出たら戦術2という、なかなかやんちゃな操縦士ですけども、さあ、ハマチのアタックに対してリュウジはトカゲをタップすることで相棒がね単独でアタックに行けなくなりましたと。パワー3がこんだけ並んでるのでタッパー1人だとちょっと抑えられないかなっていう状況。さあレキトン長はもう一発打ってエネルギーを得ると。そのエネルギータッパーはドラフトではどうなん、なんか使ったことないんですよね、まだ使われたことはないですね。タッパーおったんやったらしい。ハマチ的には。何個前ですね。見えへん。結構エネルギー切れ起こしたんやけど。はい、誤動作再び。エネルギー切れが多そう？エネルギー切れしそう。切れ、あー。調子乗って使いすぎると、他のカードにエネルギー回らなくなると。はい、誤動作でドワーフも封じつつ、お、ここは5マナでクリーチャー1体に6点ダメージ与えて、なおかつどんなんでしたっけ、分からへんグレンの俊英チャンドラ、はあはあ、え、強これ対戦相手全員に2点やんな、うん、しまい
6マナとね、ヘビー級で、まあ純粋に構築視点で見るとパワーは弱いですけども、こうやって、まあ、プレーンズウォーカーデッキ同士の対戦とかだとね、先に出すと驚異的な存在になると。さあ、リュウジはキバナガ獣の子。このキバナガ獣の子はね、イラストも可愛いし、2マナ2-2から入ってエネルギー払うとどんどんサイズがアップしていくといういいクリーチャーですね。さあ、対してさらにソラクジラ4マナ4-3飛行で、まあ飛行しかブロックできないと。これがまあドラフトではなかなか鬼だと聞くんですけども、飛行が結構強いんで、うーん、このサイズだとやっぱり1枚で勝てそうな。そうだよね、まあ、レシオが悪くないっていうのがいいよね。4マナ4-3っていう、なかなか今回のカルデシュはサイズで見たこう優秀なクリーチャーが多いから。さあ、2体でアタック。これに対してキワナガ銃でブロック。ブロック後にブロッカー破壊やったっけ。いや、プラニプラニプラニなら破壊不能。ああ、さあ、コンバットトリックを使ってキバナガジュを打ち取って、はい、クジラでアタックしたリュウジはここで、さあ、効果は何すか。3万人差飛行とランプルで、これプレイヤーに1人に戦闘ダメージを与えると、与えた分だけエネルギーカウンターを得ます、うん、こいつなかなかね、使ってみたくなる性能してるよね。そうですね、これはなんか結構構築でも使えそうな、うん、ドラフトでこれを取って青緑エネルギーを目指すみたいなのとか、はい、結構楽しそうやけども、うん、得意です。はい、ロックしてる。おお、トカゲはアーティファクト破壊で潰して、さあ、ついにチャンドラが出てきましたよ。マイナス能力でクジラを除去して、さあ、先ほどの2-3飛行トランプルは再び出てくるが、カード見て一瞬のけぞってたけども、はい、おお、高速警備車5本体に2点入って、警備車と一緒にハイエナアタックいけんのええな。サリュージはカメ、この状況では無力だ。チャンドラにも対抗しなあかんし、クリーチャー引かれたら警備車が走ってくるしで、チャンドラです。さあ、エネルギー払ってチャンドラの忠誠を削って、プラス終わって存命1 ダイスもう1個ないの、7でおしまい。まあ、存命してみるもののやね。お、先にチャンドラプリンズウォーカー降臨させ、そのまま勝利したのはハマチ。まずは一本選手、さあ、亀ですね。1マナ0-3で攻撃してエネルギーを支払うとサイズが1個上がる。エネルギー管理大丈夫？カメって1個だけやったっけ、入れんの1個っす。あ、2個払うんか。はい、で、ステーキの消耗はい、で、エネルギー、これはカメビート、はい、2-5ビートダウンで、あと、で、払いたい、どうぞ。まさかの2-5ビート。ハマチは3-2でタップ状態だったら1点飛ばすやつだよね。はい、サーチと
日産って言います。はい、リュウジの方は激のレアカード、名前何やったっけ。新緑の最高潮ですね。新緑の最高潮、すごい名前やな。明らかにちゃんとなの強いもんか。文句言わないの。次のターン出るやん、だって。はい、はい、終わり。出たとは。リュウジはカメビート。ところで。達吉いったいった。うわ。13点。達吉。4マナ3に飛行速攻ね。このカードちょっとおかしいよね、なんか。このカードすごいね。ねえ。無職でこんなん得れるんや、みたいな。まあ、その、飛んでる達吉と3、2がアタックして能力誘発で合計7点。リュウジの方は通称スラグ牙やね。スラグ牙っすね。調整版。調整版やね。あんこやったらこれぐらいでしょ、みたいな。トランプル持ってるやんね。持ってます。戦闘面ではちょっと効率力は上がってるけど、いかにスラキバが強かったかよくわかる。お、チャンドラの方に入ってる。いわゆる電撃波、4マナ4点。チャンドラが強いな。カメお、ここはスルーで11。まあ回復してるからね、まだちょっとライフは、ライフ自体はあるけどもってとこやな。サリュウジは2マナ3人やんね。二マナさんにもなかなかシングルシンボルでそれ衝撃を受けたけど、ここは達吉がアタックからの6マナ、はい、チャンドラー、はい、プラスの6で本体にダメージ2点。ここは達吉を破壊して2点回復。達吉やね、それすっかり。なぜね、あのカードのこと辰吉というのか、関西に知り合いがいる方は聞いてみたら分かると思うんですけども。おお。3点ゲイン。ニッサー出てきて、プラス能力。プラス3やんな、確か。はい、遠いね。中1、はい。上昇がすごい。奥義、うん、すると、どうなるんやった。ターン終了時まであなたがコントロールするクリーチャープラス5プラス5の修正を受けるともにトランプを得る。踏み荒らしですね。スーパー踏み荒らしやな。はい、全然でなんか能力と噛み合ってないんですけど。文句言うなよ。真ん中の能力は悪くないねんけどな。そうですね。ライブラリー2枚目くて土地やったら出して、他やったら手札入んないやろ、はい、なかなか真ん中は強いんやけどね。マイナス3で4か、はい、さあマイナス3で精霊を焼いて、さらに、はい、1点プレイヤー、どっちもプレイヤーですよ。どっちもプレイヤー。おお、グレムリンね。3033速攻、うん、はい、カメでブロックですが、ここは先ほどのコンバットトリックプラス2修正与えて潰して、グレムリンのアタックが通ると。上から2枚目くります。リューホーランド、はい、サイが出るが心もとないな、これ。まあ上から2枚目くってね、土地土地って引かんかっただけ。おっと、チャンドラで相手、はいや、終了やん。わけない、はいや。ハマリューシリーズ、カルデシュシーズンは、ハマチが一本選手ですが、動画的に時間余裕あるんで、デッキ交換して一回やってよ。はい、エキシーですね、これは。はい。リュウジがワンマリガン、はい、
さあ先手はハマチ。お、2マナ3に出だしは好調やで。おやおや、3人の連打やで。だここで空中対応員やね。4マナ2、4ってことです。雲や雲、大雲やん。ミッサがおればプラニいいね、エレメンタル祭り。さあこれは龍二は火力で除去して空中対応でアタック。あんなカード見えへんかったけどさっき。はぁ、ゴリゴリにビートやん。しかもトラまで出てくる。はぁ、終わり、終わり。戦闘66。ここは空中対応員をパワー上げることで4円から5点、いや4点か、ごめん、これプラニか、プラニやで。うん、はぁ、5点回復、バチ切れ。こっちでエンドルこれ余裕やった。めちゃくちゃん。強いやん、ニッサデッキな。ニッサ強いやん。乾杯ですね、村井さん。言い訳できへんな。言い訳できへん、自分の責任を。俺はもう無理やん、なんなんスペルの3倍立ち引いてるって。これはひどいな。もう一回だけやる。いや、放送はどっちもいいけど。いいよ、もう捨ててる。じゃあエンディング。はい、カラデシュの新カード入りのプレンズウォーカーデッキ使用感どうでしたか、お互い。いや、ふざけてる。お前はだってもう最後ちゃんと俺が扱ったら分かんかったから。もうまあ、この環境のリミテにありがちなマナフラの受けがないっていうところに両方なってしまったんですけど。そうやな。いやでもやっぱりね、チャンドラデッキの方が強いですよ。普通にチャンドラの方が強いと、はい、まあ、さっきも言ってたけど、ね、ハマチがシャッフルしながら俺の方の2マナ3人には何も能力ないけど、あっちにいろいろついてる。そう、先日2がついてる時点でおかしいから。まあ、チャンドラの方だけ切れすぎやろゲーム。ハマチはどうでしたか。いや、まあ、チャンドラ側を選べてよかったです。そうやね。これ、選んだんはじゃんけん。いや、もうランダムで。ランダムで、うん、どっちか、裏向けた状態で。おお、まずはね、今シーズン初勝利おめでとうございます。幸先いいですね。幸先いいですね、はい、昨日誕生日やったからね。そうや、お寿司が効いてるね。お寿司効いてる。お寿司が効いてる。言わうんじゃなかった。さあ、残りハマチが3つ勝てばこのシーズンのハマチの勝利。はい、リュウジはあと4つ固めていけない、はい、なかなか厳しいね、これ。いや、まあ1回ぐらい、まあ、勝たしてあげないと。誕生日なんで。誕生日、ハマチ30になったやんね。30、節目の年やな。そうですね。こんなところで負けてられる。あんな寿司を食わされたからにはってことだよね。さあ、来週は何しますか。普通にカラデシュスタンダードかな。はい、もうプロツアー直前でもあるしね。まあ、そうですね、うん、はい、大体スタンダードどんなデッキ使うとかあるイメージ。まあ、ある程度、あれですね、回転翼機は使おうかなと。回転翼機、はい、なんで笑うの。あれ俺らのトークの中でホムが回転歩行機ってひたすら言ってるから。めっちゃ気持ち悪いやん。ただ気持ち悪いだけ。ただ気持ち悪いマシンやんけ。スタンダードね。スタンダードやね、アマチュア。いや、プロツアー前やし、デッキもないからフロンティアかなと思ってたんやけど。ああ、別にフロンティアでもいいですよ。フロンティアします。どっちがいいかな。まあ、コメントも見てって感じでもいいんちゃう。まあ、じゃあ、今コメントしてる人はスタンダードなりフロンティアなり。そうやね、ね、コメントしてくれたら。まあ、全然違うコメントする人もいると思うんですけど。モミールベーシック再びとかね。あれ、俺勝てるから、ね、なんぼでも。こいつ、字見えへんからな、それ。いや、モミール苦手なんですよね。さっきもなんかファストやんとか騒いでたの見たしね。さっきあったね。はい、機体に突っ込んできて、あの機体に乗ったら先制攻撃与えるやつで、うん、はーって言いながら。そうに、そいつ自身が先制攻撃持ってるからやばと思ったら、その登場したから、あ、いけ、あ、うちやんと思ったら機体も先制攻撃持ってたから、はーって言って。
まあ字はよく見よう、はい、字は読もうということで、じゃあ来週は何になるかわからないけども、はい、まあカラデシの要素が入ったゲームをね、そうですね、やっていけたらなと思うので、はい、次回も、皆さんどっちのプレイヤーを応援したかわかりませんけども応援してあげてください。じゃあまた来週お会いしましょう。さよなら。